みんなもう来てるみたいだな。軍玉閣で行幸の宴に参加するのってオイラ初めてだぞ。美味しそうな料理がいっぱいで目移りしちゃうな。ここに集まってくれた方々はこの行幸の大切な客人。今日は思う存分宴を楽しんでちょうだい。お酒が飲めない人は他にも飲み物があるから安心して。美酒は心を安らかにするけれど、それは何もお酒を飲むことに限った話じゃないわ。この軍玉閣から見える美しい景色を眺めるだけで酔いしれることだってできるはずよ。聞いたか？今日雲先生の舞台を拝めるらしいぞ。ああ、実はそのために俺は来たんだよ。雲先生の劇は一つも見逃したことがないからな。今回神女壁館という演目をやるらしい。雲先生の父が執筆した劇とのことだ。あまりにも楽しみでここ2、3日よく眠れなくってな。あ、見て、雲先生が舞台に。这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位。茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。私の舞台はいかがでしたでしょうか？すっごくよかったぞ！機会があったら、オイラにも演技の仕方を教えてくれ！見事であった。そして礼を言わせてくれ。いいえ、あなたのおかげで神女壁館をより完璧なものに仕上げることができたのです。劇の幕は下りましたが、あなたの人生はこの先も続いていきます。将来きっとリーユエコーに馴染むことができると私は思いますよ。ああ、感謝する。我も変わるためのきっかけを見つけられたようだ。
雲先生、ここにいたのか。ん？そこの白い髪の姉ちゃん、ただものじゃないようだな。まるで仙人みたいだ。ん？まさか、お前があの神女なのか？それに、そっちは有名な旅人じゃないか。ああ、今日は本当に来た甲斐があったな。椅子をこっちに持ってきても、ほら、一緒に話そうぜ。残りの酒を目や鼻で飲みたくなければ、さっさと消え失せるといい。この感じ、初めて神格と会った時に戻ったみたいだな。何をする気だ。神格、落ち着けって。今にして思えば、師匠が呪符のことを我に頼んだおかげで、主と出会えたのだな。今後も、よろしく頼むぞ。劇の世界に入らないと、うまく歌えない。あなたたちと共に、天光山へ行ったおかげで、今日の演技により深みが増しました。今度また、新しい劇が完成しましたら、今回のように役作りを手伝ってくれませんか？今回、軍玉閣の再建にあなたは大いに貢献してくれた。このことは心に留めておくわ。いずれこの恩を返させてちょうだい。軍玉閣で酒を飲みながら劇まで見れるなんて、これほど幸せなことはない。いつになったら私も軍玉閣みたいな建物を作れるのかしら。でも夢を持ち続けて頑張ればいつの日か。もっと飲め、もっともっと。